この電卓では普通の数式通り入力ではなくて、逆ポーランド法という方法で計算します。例えば2に3を足すときは2を入れておいてから3を足すと2にします。5になります。これを7で割ると、それに5をかけるというふうに計算します。 x をかけて2で割るというふうな、こういう計算ができます。さらにこれを簡単化することもすぐにできます。この電卓では全く誤差のない計算をできます。例えば3を5で割るとにすると、このように分数になります。4を8で割るとになっても自動的に通分されます。足し算して、例えばこれを評価すると、このように通分もできます。他には、例えば30度のサインを計算するとにすると、サイン30度が2分の1というになりますし、例えば60度のサイン計算すると、このように2分のルート3というふうに計算できます。で、これをどのように繰り返していっても全く誤差のない計算を続けていくことができますし、もちろんこれを数値にしたいときは、数値に計算することもできます。例えばこの電卓では式の計算ができます。因数分解、展開などできます。他には、式を、例えば 5x、4で割るとできます。この式に関しても同じように因数分解などができます。それ以外に、例えば、この解、この式に対する x に関する解を求めるとができます。 x イコール2、 x イコール -2 マイナスルート3などが解になっていることがわかります。さらにこの式に関して、例えば、微分などもできます。x に関する微分の計算ができます。さらに、この式に関する不定積分もできます。このように様々な計算ができるというふうになっています。